定8位レッスルマン後楽園ホール大会第1試合です。第1試合はレッスルマン対ノース8人タッグマッチ、先発はレッスルマン村瀬弘樹、対するノースは土井浩二が出てまいりました。レッスルマンの早抜き対ノースの構想、第1試合で火花を散らしてまいります。今大会放送席解説はいつものように鈴木健さん、そして今大会はスペシャルゲスト解説といたしまして武藤圭司選手に加わっていただきます。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。武藤選手久しぶりの放送席ですけども、久しぶりだね、やっぱりこの席もなんかだんだん愛着が生まれてます。そうですか、毎回出てもらえますよ。そうですね、はい、ということは試合でやれなくなるから、ね、ああ、そうですね、はい。さあまずは試合の立ち上がり、ノースが村瀬を攻め込んでまいります。土井浩二から続いて児玉雄介にスイッチ、その隙をついて村瀬が自分のコーナー一気に直進してまいりました。代わって入ってきたのは稲葉大輝、レッスルワン早抜き選手第1号です。昨年の 9.8 TDC ホール大会で日本デビューを飾りました。悲惨な表情を見せる稲葉、対するはにやりと笑っていた児玉、まずはここはペースを乱していこうという児玉、逆のカウンター、ここで2つ落としショルダータックル、児玉を倒してまいりました。さあ、ケンさん、はい、まあ、今日はですね、初代レッスルマン王者が決まるという大きな注目の大会なんですが、その第1試合でこの男たちの構想も熱いですよね。そうですね、あのやっぱりその興行がね、どれぐらいのノリになるかって、やっぱり第1試合が鍵を握っておりますので、第1試合でね、若い8人がこうやって一度に返して、意地を見せ合うっていうのはね、なんかいい感じになるんじゃないかなと僕は期待しますけどね、はい。ここは打点の高い鋭いドロップキックに待ってまいりました児玉雄介。なんだとね、レッスルワンの、ね、売りは ね、 このね、これ全員が20代の選手なんです、この8名が、はいはい、多分プロレス、日本のプロレス団体で一番若い、ね、選手を抱えている団体だと思うんですよね。なるほど、はい、そして武藤さんは前回の後楽園の大会でノースとタッグを結成しました。まあまあまあ成り行きでね、うん、レッスルワンだよと流暢な日本語ありました。そういう意識があるんですね、ちゃんとね。そうですね、まあ、元 WLC 勢ノースの4人は田尻明とともに7月1日付でこのレッスルワンに移籍してまいりました。その中で生まれた本質、ハエノキと遠ざもラブポーズを一瞬見せた藤原ライオン、もう一つ、いや、これは蹴り足を取っておいてエルボー落としていく稲葉大輝、しかしカウンターの膝、鋭い打撃を持っております。藤原ライオン、レースルワンにパワーを置いていく、返されましたね。ジャンピングショルダー一矢報いたのは稲葉、ここで中野上の休みにスイッチです。お父さん、この中野上の休みがね、キャリア的にはこの8番の中で埋もれていちゃいけないんですよね。そうだよね、もう少し上のところで戦ってほしいですよね。いや、しかしダブルの打撃、一人で二人の首を買っていきます。フライングネックブリーカードロップ、得意技を見舞ってまいりました。さらには右肘、いやー、カウンターの蹴り、ライオンも死んでいない。さらには8番だ、ライオンも頑張ります藤原ライオン。さあ、両者ダウン状態でどちらが先に立ち上がれるか、コーナーにいる青コーナー投手を決めんじろうが流行っています。トップロープから手を伸ばす、スイッチした藤原ライオン。さあ、ジャケットを翻してリング中央の中央、ミサイル不発、思いっきりかわされてしまいました。さあ、そうすると赤コーナーからアンディー・クロコリー、綺麗に待っていった。この2人はトーナメント出場者決定戦でアンディー・ユーが敗れたという経緯があります。まあ、かつてはケンさん、黒潮池目次郎が、ね、アンディー・ユーのマスクを剥がしたということもありましたしね。この因縁に関してはまだ蹴りついてないですからね。ね、まだまだ続くでしょう。さすがアンディーはここはうまくフロンターキック迎撃してまいりました。さあ、早くもフィニッシュを宣言、今日何度目でしょうか。そこに飛びついていく、流れ式フランケンシュタイナーの形になりましたアンディーユー。大体あのフィニッシュっていう、あの言葉が大体1試合平均5回ぐらい出ます、ね、出ますよね。たくさん言う人ほど、ね、あの決まらないですよね。ほぼ嘘ということになってます、はい、言わない方がいいと思うんですよね。さあ、そしてその黒潮に村瀬が石のバックドロップ、さらにアンディー・ユー旋風脚、風を起こした、カバーに入る、抑え込んだ。いや、しかし
ここはノーズがカットに間に合います。ハチリタックなんでカットに入る人間が人数が多い分 ね、 そうですね、なかなか決まらないですよね。ということはこの辺りもこういう分断プレーが非常に重要になってくるという、はい、分断は絶対必要です、さあ乱戦を制するのはどの選手なのでしょうか。ここはノースがレスロングでロール上段を打ちました。さあ児玉雄介がここでいやいや飛ばせないアンティングよく見ていました。児玉をストップしていやーしかしここでノータッチ止めこアンディングホイップした力を利用して飛んでまいりました児玉雄介。さあリング内は権利のある2人黒潮駅伝次郎そしてアンディウ。さあアンディウを呼び込んだ土井エプロンからエルボー一斉スクールボーイ足元をすくっていくカウントは2。さあくしくもこの2人のマッチアップになったその場で飛びついての裏間ラナ固めてまいります。あーカウントに2イケメンラナ入りました。最後は今日ついたイケメンラナ黒潮駅伝次郎またしても